どうも皆さん、こんにちは。ポジアと申します。ワールドウォーシップス解説実況プレイ、本日もやっていきます。今回乗っていく船は、ティア級日本巡洋艦、いぶきです。先日もね、いぶきに乗ったんですけど、そのいぶきのプレイだとどうしてもよだめが出にくいというプレイ内容になっています。音量ちょっとでかいかな。なので、今回ちょっとね、頑張ってよだめが出る遠征で、行こうかなと思っております。で、いぶきなんですが、よいしょ。ヨダメが出そうとすると、どうしても、アズマと被ると思うんですけど、一応アズマとの違いを解説させていただくと、アズマは、機動性がね、だいぶ重たいです。代わりに、いぶきはかなり機動性が良好なので、すいません、音声がちょっと途切れ途切れになってしまって、ちょっと調整しました。なので、ちょっと避けて戦っていくスタイルになりますね。隠蔽を犠牲にした代わりに機動性を、活かして、避けて戦いながら、ダメージを出していくという感じです。なので、あんまり前に出すぎたくはないですね。隠蔽を犠牲にしてといっても、元々の隠蔽が超良好なので、11キロか。全然大丈夫ですね。最良隠蔽だと10キロでしたね。今、空母戦場確定、ほぼ確定みたいなところもありますし、隠蔽1キロよりも機動性で避けれるんであればそっちの方がいいかもしれないですね。あとは、ポイントとしては、なので、ザオーと同じような立ち回りをちょっと意識してみながらやってみようと思います。先日の動画では、隠蔽とサポートを重視した、まあ、日本巡洋艦らしい立ち回り、防衛時に、ユリ火力が出てくれる、影響度が高くなってくれるっていうやつですけど、今回はどっちかっていうと外周巡洋艦のように、火力を出していく形式でやっていきます。やっぱ火力出た方が楽しいよね。明確な指標になりますよね、よだめって。たくさん出たらなんか活躍した感じするし、出なかったら活躍できなかったなって感じするし、数字が大きくなってくれると気持ちいいしね。さあ、まず戦艦の意識することとしては、戦艦にどれだけ狙われないか、もしくは狙われてる時には回避にしっかり専念できてるかどうかです。アップグレ等は、最後にね、ご紹介します。特にこの目の前の今、スタグラは、戦艦じゃないんですけど、スタグラは、非常にね、ちょっとした覚悟でもボコボコ抜いてくるので、注意が必要です。今自分しかいない、自分しか狙われてないので、ちょっとだけ距離を取ってから戦います。やっぱね、距離がないと、避けにくいんですよ。これくらい距離取ったら大丈夫かな。で、HE の特性的に32ミリまでしか抜けないので、まあ、戦艦の柔らかいところとかしか、抜けないんですよ。こうやって不貫通を起こすのでね。だからできるだけちょっと上の方を狙って、で、AP 撃たれてたら無理に全問正射しないで、しっかり角度つけて、で、全問正射を意識するよりも、しっかり避けることを意識しながらの方がいいかな。もう本当はね、同じ方向で戦い続けた方がいいんだけど、そうすると、機動性がかなり難しい。いやー、HP が少ないのと、あるので、敷島に打たれてますね。しっかり縦向けて、軸ずらして、痛いな。痛いですね。速力の関係で全部は避けきれないな。もうちょっと距離取りますか。また敷島に打たれてますね。で、避ける時のコツなんだけど、また手向けるよりも一旦斜めに避けて、その後に着弾する時に縦向けるっていう形でやると、横軸がずれるんで。で、このゲーム横軸がずれた方が避けやすいんで、また手よりも斜めで逃げる方がおすすめです。魚雷もそうですね。魚雷を避けるときも基本的には横軸をずらすような形で戦い、避けていきます。飛行機も来たんで、だいぶちょっとかなり下がり目にしました。全然火つかないですね。
日陣本当は発火率が高くて優秀なんだけどね。ここまで下がるとさすがに狙ってこなくなったので撃っていきましょう。もうちょっとだけ前出てみますか。ちょっと怖いけど、竹がついたらしっかり狙われてるかもしれないんで、誰に狙われてるんだろうなとか、撃たれたらどうしようかなって前もって準備する必要があります。桜ですね。いてえ。やっぱりよだめ出すにはちょっと心もとないですね、手法が。やっぱ蔵王の手法って強いんだなって改めて思いますね。食力が良くないから、これ火事止めちゃダメだな。あー、抜かれるかな。弾いた。さすがに遠すぎてこっちの弾も当たってないですね。あー、一旦インペ入ってもう一回近づきますか。なんでこんな燃えない29発当てて燃えないの。今回軍拡競争で回復バフがあるから、あ、 HP が回復してるんでまだちょっと助かってますが、あー厳しいですね。よだめが出ないですね。32ミリまでしか抜けないんだけど、対面してるスタグラは甲板50ミリあるんで不貫通の場所が多すぎるんですよね。敷島ヤマト全部そうなんですけどね。ダメージが出せる相手が、やっぱ貫通力って偉大ですね。ヒンデンだとダメージ入るんだけど、息吹だと入らない。なので、その差によって、こう、どこに当ててもダメージが入るか、それともちゃんと明確にやってなきゃいけない場所が存在するのかはでかいですね。貫通弾16、不貫通19。よだめの低さは発火率、発火運があるのと、不貫通がたくさん出てるのと、この2つですね。あとは命中率もちょっと低いですかね。私が出す弾の命中率も若干低いですが。なかなか。味方がいるので、ちょっと味方にヘイトをなすりつけつつ、立ち回れるといいですね。まあ、とはいえ、素の隠蔽値11キロはかなり優秀な部類なので、しっかり引き打ち姿勢整えてから、敷島を撃ってきます。スタグラから撃たれるからね。ああ、スタグラ今そこにいるんですね。スタグラうまく狙いたいですけどね。どうしようかね。あと、このスタイルにすると、魚雷を捨てることになりますね。お、今修理使ったな。R 使いましたね、あれ。ここで火つくと。いやー、あれで火ついてくれたらなー、大きかったのにな。火ついてくれなかった。また見えた。あ、誰かの弾で火ついてますね。ナイスナイス。タゲついてないんで、ここは反転して、プッシュしていきます。あー、届かなくなっちゃった。あー、弾は当たんない。日陣の弾ってなんか絶妙に当てにくいですよね。ナイス。手裏剣の突撃はいいですね。弾管は32ミリで覆われている戦艦なので、どこに当ててもダメージ入りますね。ああいう船相手だったらよだめは出そうですな。
あれはちょっと倒しきりたいですね。不貫通3、狙い場所が悪いです。よし、倒した。上がっていきましょう。でもヨダメはそんなに出ないな。月島から撃たれてます。こうやって横軸ずらして船体の横に敵の弾を落とすイメージです。あ、やっぱダンカンとか32ミリ相手だったら結構ヨダメ出ますね。どこに当ててもダメージ入るから。どこに当ててもとか言いながら、多分なんか手法とかに当たって貫通出てるけど。軍拡競争は他のモードよりもヨダメが出やすいはずなんですよね。それでこのダメージ量なんで、あんまり実用的じゃないかな。という気がします。やっぱ機動性重視してもこんだけ隠蔽がいいので、普通にサポート的な運用を勝ち取っかでやるのも悪くないんじゃないかなって気もしますね。若干ちょっと手法メインで戦っていくにはやっぱり火力がちょっときつかったですね。ちゃんとこうやってね、当たるところに当たればしっかりダメージ入るんだけど、当たるところに当てるためにある程度距離を近くしないと当たんないですね。一応その32ミリ戦艦相手だったら距離を取ってもダメージが出るけど、そうじゃない敵はやっぱり近づいてちゃんとダメージが入る場所を狙いたいので、これ800ダメージあれだな、このダメージバフもあるからだな多分。8000ダメージ。こうやって近くによって貫通弾が多く出るように狙ってあげた方が良さそうですね。で、敵が32ミリの例えばまあフランス戦艦やイギリス戦艦が相手のように32ミリ走行で追われてて、まあ、どこに弾が当たっても、いびきの弾で貫通できる相手であれば、距離を取って戦うとかでも大丈夫ですし、ちょっと敵の数が多すぎて、普通に、砲撃戦になってる場合には、距離を取って、軌道特化で戦うっていう手も取れるように、隠蔽を捨てて、火事特化でもいいのかな、という気がします。それでも、サポートは十分できそうですね。で、あと、水力改良を今外してるんですけど、それによる、機動性のナーフがちょっとでかい気がするので、水力改良は取ってあげてもいいかなという気がしています。ナイス。貫通弾がたくさん出ればダメージ出るね。 AP でもいいかもしれないね。日順は一応その集団性にバフが入ってるのと HE のダメージに優遇が入ってるんで、一応 HE かなり優秀ではあります。駆逐と同じ散布会だったんかな。一応外周は突破できました。ヨダメもは出はしたんですけど、この立ち回りじゃない方が良さそうですね。やってみて思ったことは、火事特化で、ザオウのようにダメージを出すっていうのはちょっと微妙だなというところです。なんかやっぱダメージが出ない。そして、火事特化にしても、11キロと隠蔽超優秀なんで、サポート的な運用も可能だと思います。であれば、いぶきの、なんつんだ、その、可能性を広げるというか、立ち回りの自由度を広げるという意味で、舵を取ってあげた方がいいかな。なので、前回動画のような立ち回りを、舵特化してやってあげるイメージですね。で、今、舵にしてるんですけど、アップグレード4号。舵にするよりも、水力舵にした方が、自由度上がるかなと。
思ったりがします。カジカジにすると、その勢力弱いんで止まれないんですよ。止まっちゃった後の、もう一回加速入れるのが重たすぎるんで。だけど、勢力を入れれば、ストップもできるので、かなりまた幅が広がると思います。なので、その方がおすすめかな。ミッドへ狙いましょう、これ。艦長、作戦終了時刻まで残り5分よ。AP ダメだね。全部貫通され、長弾された。ちょっと燃えてるじゃない。消火消火。敵の潜水艦を発見した。ナノマテリアルによる修復完了。中央が大変なことになってんだけど。ただで済むと思わないでよ。今の AP 怖かったな。火事特化してるから結構ね、魚雷は避けやすいんじゃないかな。あら、東の一撃で死んだ。残念。敵空母撃沈。うん、こんな感じですかね。一応4段目は出ましたけど、あー、もうちょっと改良の余地ありかな。ここはね、水力にしてあげた方が自由度増すと思いますので、水力にしてあげましょう。これとこれはこれで良い。機関室アップグレードでもいい。で、射程もあった方がいいですね。で、対空よりも水中超音の方がいいと思います。結構火事優秀なんで、結構避けれる、魚雷も避けれると思いますし、爆撃とかはね、来ちゃうんで、回復でなんとかするしかない。アップグレードの方はこのような形にしております。結構くるくる回る船は歯車のグリスアップが欲しいなという感じです。生存性心配な方は敵な接近も取ってください。危険察知と管理。回復が伸びてくれるんで管理は必須ですね。で、隠蔽取って、火力を上げるために水滴劣勢を取りました。ついでに味方の数が少なくなると足速くなるんで外周プッシュとかもできるようになります。火力上げたかったらアドレナリンラッシュみたいな感じで積んでいくといいのかな。柔軟性上げたかったら、上空の目とかも相性はいいですね。はい。以上、そんな感じです。何か参考になれば幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このような形でウォースの解説動画を撮っておりますので、チャンネル登録や高評価で応援してくれると嬉しいです。またリクエストなどもお待ちしております。コメントどんどんお願いいたします。励みになります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ポジェでした。バイバーイ。